もうすぐ日本ですけど、どう思いますか？うん。皆さん、こんにちは。ジャパカのファミリーママです。お久しぶりでございます。ていちゃん来ました。今日はですね、6月1日になりました。早いね。いや、もう6月かと思ってさ、2022年、もう半分じゃん。びっくりしたんですよ。お早いな。で、6月ってね、ちょっと、うちらめっちゃ忙しくって、あの6月の後半ぐらいに日本に行くんですよ。だからね、そろそろ用意とかしなきゃいけないのに、全く用意も何もしてない。いろいろさ、お土産買ったりとかさ、いつもはするんだけど、だいたいスーツケースの荷造りとかももう2日前ぐらいからかな、1日前とかにやったりするからね。で、今回コロナになってから初めて行くので、6月1日からこうカナダからですけど、カナダから日本に行く場合は日本の空港で検査っていうのはしないことになったんですよね。今まで、昨日まではしてたけど今日からしない。だけど、あの陰性証明っていうのを出発の72時間前に陰性証明を取って、で、それがあの証明されれば帰れるっていうことなんですけど、で、日本に帰ってもあの隔離とかもなくって、まあ、普通に過ごせるんですよね。子供たちと私で帰ります。タダはね、まあ、お仕事あるし、ティアちゃんもお留守番なのでタダが見てくれるので、3人で帰るんですけど、で、子供たちが帰るの3年ぶりだね。だからうちの親とかさ、もうびっくりするんじゃない？こんな大きくなってね、3年間の子供の成長ってすごいですもんね。まあ、3年前もね、タイが小学1年生 の体験入学行ったんかな、小学校に。家の近くの小学校に。タイが3年生、あ、タイが1年生で、知恵が4年生だったかな。うん。で、行って、まあ、知恵は結構毎年それまで行ってたんで、友達とかいるし楽しんで行ってたんですけど、タイ君は初めてだし、あの子結構ね、陽気な人に見えて結構こうシャイなところとかあるから、 あまりこう言葉のね壁もあるし、お友達とかも作れなかったから、あんまり作れなかったから学校行きたくないとか言ってたんですよね。だから今年はもうあのちょっともうかわいそうだし、あの学校にね入れることはしないんだけど、うん、からね、3週間行くんですけど、あの子供たちと出かけたりとか、そう、親と温泉行こうかとかいう話とかしてます。めっちゃ楽しみ、すごい楽しみ。どこ行こうかなって、知恵がねめちゃめちゃ楽しみにしてる今。あのやっぱりさ、もうそういう年になったしさ、彼アニメとか好きだし、でこう学校のカナダのね、学校のお友達とかもすごいアニメが好きな子が多いんですよね。で、そうするともう日本ってなんてすごい国なんだみたいな感じに、ね、カナダの子供たちは思ってたりするから、日本でアニメグッズとかあの友達に買いたいとか言ってて、で、そういうどことか行きたいとかを言ってるし、なんかもうね、すごいそわ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 してる。今日の朝も、あ、もうすぐ日本だねとか言って楽しみにしてる。でね、これから子供たちにね、どこに行きたいかとか、どんな気持ちかをね、聞いてみたいと思います。あと、そうそう、ね、6月の30日にちょっとね、あのオフ会みたいなのをしたいなと思ってまして、まあ、ちょっと私の仕事でもあるこう美容のことが仕事なので、ちょっと美容に関係したオフ会をしたいなっていうのがあって、で、私のすごい仲いいお友達がこの間テレビであの取り上げられてたんですけど、栃木にある養鶏場、鶏を障害のある方たちがもう大事に大事にその鶏たちをあの育てて、で、すっごいいい餌とかを食べさせてもらって、幸せな鶏さんは美味しい卵を産むっていうことで、その卵ね、めちゃちょっとお値段高いんだけど、でも本当に大事に大事にいいものを食べさせてもらってね、産んでくれてる卵を販売してるお友達が私いて、で、そのさ、やっぱり本当に体にいいもの食べることでこう綺麗になったりしていくっていうのは私はずっと思ってるから、じゃあその子とね一緒に、
そう、そのことね、一緒にそういうお話し会みたいなランチ食べたりとかしてできたらいいねっていう話をしてるんですよ。で、6月30日に東京でやるんですけど、そうでもね、14、15人かな、なのでどうしても来たいっていう方がいらっしゃったら、インスタかな、インスタのメッセージくれるとちょっと今席確保しときます。そういうのとかね、やる予定、まあ、その時はね、子供たちは来ないかな、来るかな、どうしようかな、わかんないけど、ティーちゃんはいけないんだよ、ごめんね、ブシバチティーちゃんね、ティーちゃんごめんね、ティーちゃんにもお土産買ってくるからね、日本のいいものは買ってくるからね。でさ、日本って今めっちゃ暑いでしょ、きっと。うちら日本の夏に耐えられるのかな。カナダね、もう今日やっと本当に24、5度になったんだけど、それまでね本当寒いんですよ。いつもジャケット着てっていうのを過ごしてるからさ、私たちの暑さに耐えられるのかしら。でマスクも着用でしょ。もうカナダなんか一切マスクしてないですよ、まあ、外も室内も。だからその夏の暑さでマスクをするとかで、ちょっとうちら耐えられるかなって感じ。だからいいマスク、夏用のマスクとか売ってますかね、そういうの買おうかなと思ってる、うん、でね、熱中症は怖いからさ、やっぱそれだけは気をつけて過ごそうと思ってます。まあそんな感じでね、子供たちに日本に行くことについてどう思ってるか聞いてみたいと思います。ではどうぞ。もうすぐ日本ですけど、どう思いますか？うん、楽しみしてる。楽しみしてる。うん、どこに行きたいですか？秋葉原、ディズニーランド、山形。うん、いとこの子供に会いに、はとこに会いに。うん、温泉は？うん、まあちょっと暑いけど。暑いけど温泉と、うん、タイ君は何かしたいことある？あ、あれ欲しいんだよね、ソード。うん、刀。タイはいっぱいいっぱい。なんなん、これからだよ。あそこの日光江戸村に売ってると思うけど、うん、楽しいとこ、そこにソード売ってんじゃない？ない、上は本物は買えないけどね。バード。うん、そう。I want a cake. あとポケモンも買うんでしょ？ポケモンカード、はい。日本のポケモンカードを友達に買うんだって。それか。楽しみだね。シロさんも。シロさんも買うの。シロさんいらないの。シロさんいらないの。ねえ、ケイちゃんお待ちでね。お客さんにお土産買ってくるからね。Yeah. We'll get you some quality peanuts. 買ってくるからね。一個で待っててね。はい。